はいどうもみなさんこんにちは、スターディのコーナーゲントです。今回扱うのは、この京都大学の整数問題なんですけど、この問題、整数問題のパターンさえ押さえていれば、誰でも必ず解けるようになります。しかもですね、うまい解法を選んであげれば、30秒で解くことも可能なんですね。ということで今回、いかに整数問題の型、パターンっていうものが大事かっていうものを見ていきましょう。 それでは問題。n3 乗マイナス 7n プラス9が素数となるような整数 n をすべて求めようと。まあこれね、整数問題でね、こいつが素数になってほしい。で、まあ一般論として整数問題を解くための3つの型っていうのがあるのね。それがこちら。 この3つ。もうね、この3つはね、永久保存版必ずね、押さえてほしいので、もうこれスクショして皆さんね、待ち受けにでも貼ってもらえたら、すごくね、点数伸びると思います。まあ今のは冗談として、この3つ。不等式で範囲の絞り込み。因数分解で積の形にする。そして余り倍数による分類。 この3つの武器があるんだよっていうことを押さえとくと、行き詰まってしまった時に、この3つどれか使えないかなっていうふうに、そっからね、突破口を見つけることもできるわけですね。え例えば、不等式で範囲をの絞り込み、まあ、素数とね、今回絡めてみますね。じゃあ、3以下っていうことがわかったら、そういう素数って、もうね、2と3っていうのが確定するわけでしょ。 まあもちろんね、別に素数に限らず、自然数だったとしても、1、2、3っていうふうに絞られるわけだから、まあかなりね、この不等式による範囲の絞り込みっていうのは優秀。で、因数分解で積の形。今度は、まあ N3 乗マイナス 7N プラス9が素数なわけでしょ仮に、この N3 乗マイナス 7N プラス9が因数分解できるとします、A。A×B みたいな形ね。 イコール素数。まあ、素数ね。p っていう風に書いてるのは、プライムナンバーっていうね。英語で言うとプライムナンバーだから、その p ね。a かける b イコール素数という風うな場合、この素数っていうのは、約数を1と p の2つしか持たないわけでしょということは、a と b が整数であれば、これがね、プラスマイナス1、プラスマイナス p と、プラスマイナス p、プラスマイナス1の4パターンしか出てこないわけね。 A が1のとき、B が P。はたまた A が -1 のとき、B が -P。はたまた A が P のとき、B が1。A が -P のとき、B が -1。この4パターンに絞られるわけ。このね、因数分解っていうものはかなり強力で、それはね、素数と組み合わせる場合はこのように使えるわけなんですね。で、次。余り倍数による分類。例えば、これね、N3 乗マイナス 7N プラス9が2の倍数だということは分かったとします。 その場合、2の倍数である素数って、もう2って確定するんですよ。同様に、3の倍数である、そういう素数はって言われたら3で確定するでしょ。5の倍数だったら5って確定するでしょ。まあそういう形で、あまり倍数による分類から攻めることもできるわけね。まあこういう素数絡みのやつで、丸一丸二丸三の3パターンについて適用していくと、まあこういった形になるわけ。 じゃあ今回ね、どれか使えないかなっていうふうに考えていくわけだけど、n3 乗引く 7n プラス9、不等式。うん、まあ不等式も、今のところなさそうだなとね。まあ一応 n3 乗マイナス 7n プラス9イコール p というふうに書いてあげて。で、じゃあ次、因数分解使えるかなこいつ因数分解できたらいいなって思うんだけど、今回できないのね。まあ因数定理より n イコールプラスマイナス1、プラスマイナス3、プラスマイナス9を入れてみるんだけど、全部無理と ということで、うん、じゃあ残り丸3かなっていうふうになるわけ。あまり倍数による分類。要は、こいつらが何の倍数かっていうことに着目して解いていくわけ。でも、それはね、基本的に、まあ最初の時点でね、何の倍数かなって分かりようないよね。じゃあ分からないからもうどうしようもできないのかって言ったら、そんなことないよね。大事なのは実験。結局ね、これが一番大事なんですよ。 いろんな整数問題とかで、全くね、新しい問題が出てきて、うん、なんかわかんないなと思った時に試行錯誤していくわけでしょちゃんと実験して、法則を見つけていく。で、その見つけた法則を証明していく。その順番でね、考えていくことはすごく重要。今回の場合も、うん、よくわかんないけど、n イコール1入れてみようかなとかね。n イコール1入れてみたら、1-7足す9で3と。まあ当然ね、n が整数なわけだから、n イコール0も。 入れられるね。n イコールロの時、9。じゃあ n イコール2の時はって言ったら、8引く14足す9で3と。なんか、9、3、3。も,もう、一個一応やってみるか。n イコール3、27引く21足す9。ということは15。うんなんかどうやら全部3の倍数っていうふうになるよね。こういうふうに実験することによって、3の倍数じゃないかっていう目処が要因に立つよね。 そうしたらもう一発でしょ。仮にこいつが本当に3の倍数だったとしたら、さっきの理屈ね、3の倍数である素数って言ったらもう3しかないわけだから。じゃあ、N3 乗マイナス 7N プラス9が本当に3の倍数になるかどうかっていうことを確認していきましょう。まあこのね、方法としては鉄板なのが3の倍数について整理していく。 n イコール 3k まあ余りがね0の場合か1の場合か2の場合かの3パターンしかないわけだから n イコール 3k の場合 3k プラス1の場合 3k プラス2の場合っていう風にそれぞれね n 3乗マイナス 7n プラス9イコール点点点っていう風にやってこれねどの場合であったとしても3の倍数だよってことを示せればいいんだけどまあ、ちょっとめんどくさいねまあ、この3乗の展開とかをね求めるわけだからちょっとめんどくさいなっていうことこういう時にぜひ使ってほしいのが 合同式だけ。合同式。まあ合同式ね、今回ね別に詳しくは扱わないんですけど、まあ大雑把な考え方としては、例えばね、x が3で割った時の余りが1です。まあこれをこういうふうに書くんだけど、x を3で割った時の余りが1。 もっと厳密に言うと、x を3で割った時の余りと、1を3で割った時の余りが等しいですよっていうのが、このね、式の本当のね、意味なんだけど、まあ、x が3で割った時の余りが1。こういう時に、例えば、x2 乗を3で割った時の余りはっていう風に言われたら、これ1の2乗という風に求めることができるわけね。すごくシンプルでしょ他には、x を3で割った時の余りが2の場合。 この場合、何でもいいけど、4乗を3で割った時の余りはっていう風に言われたら、結局、2の4乗を3で割った時の余りと等しくなるわけ。これ16だから、割る3すると、5余り1でね。だから余りだけ見ると1と。まあ、こういうね、考え方があるわけね。まあ、すごくシンプル。これを使ってあげると、n っていうのは3で割った時の余りが0か1か2なわけだから、n っていうのは、元3の元でね。元で、この、 3パターンに分けることができるわけね。まあ、欲を言えば、これ2じゃなくて、マイナス1っていう風に処理してあげた方が、エレガントではあるんだけど、まあ、0、1、2で考えてあげましょう。そうすると、この時、この時、この時、それぞれについて N、n3 乗マイナス 7n プラス9が、3でね、割り切れればいいんだよね。で、こいつっていうものは、 普通に演算できるわけ。合同式のいいところは普通に演算できるわけ。割り算を除いては。まあこれはね、あんま深入りはしないんですけど、割り算を除いては普通に演算できるので、0の3乗引く 7×0 足す9。で、これ9でしょ。で、9っていうのは3で割った時の余りは0なわけだから、n3 乗マイナス 7n プラス9は3で割った時の余りは0。まあ同じく、全部ね。 こんな感じでただ計算するだけ。1の3乗引く 7×1 足す9。10引く7で3だから、3っていうのは3で割った時の余りは0と。同じく。最後ね、同じように N、n3 乗マイナス 7n プラス9は、これに入れれば、2の3乗8引く 7×2 足す9と。で、17引く14だから3になって、それは当然0と。 こういう風になるわけ。よって、n が3で割った時の波が0、1、2。どの場合においても、すべてね、n 三乗マイナス 7n プラス9は3の倍数になるわけだから、結局 n 3、n 三乗マイナス 7n プラス9は3の倍数。で、ありかつ素数なわけだから、もう3で確定するわけね。よろしいですかね。もうここまで来たら、あとはね、ただの因数分解の問題なので、こいつを頑張って、こういう風に因数分解、因数定理を使って、 求めてあげて、n イコール1にマイナス3という風うになるわけです。よろしいですかねしっかりと、これね、整数問題は型を作ってあげるっていうのがポイントね。永久保存版ね、この3つをしっかりと押さえていく。で、丸1使えなさそうだな。丸2因数分解できなさそうだな。丸3実験してみた結果、あ、3の倍数になりそうだ。これに気づければ、あとはね、 まあ合同式の考え方を使って一瞬で求めることができますよと。まあこういう流れね。 一見ね、整数問題はセンスが必要だっていうふうに思われがちなんですけど、こういうふうに型がしっかりあるので、普段からこの型に当てはめるっていうことを意識しながら問題にね、取り組んでもらえたらいいなと思います。じゃあ最後に、これをね、瞬殺する方法について話していきます。まぁ、あ、N3 乗マイナス 7N プラス9が素数となるっていうふうに言われたから、まあちょっと実験してみたいな、1入れてみる、0入れてみる、うん、3の倍数になりそうだな、っていうことで、こいつが3の倍数になることを示すためのコツっていうのがあるね。 っていうのは、必ず3の倍数になるものを利用する。こういう発想があるわけ。必ず3の倍数になるものって実はね、そんな多くなくて、これね、連続する3つの整数の積っていうものは、必ず3の倍数になるわけね。例えば、n カッコ n プラス1カッコ n プラス2とか。 ま、これよりね、こっちの方が、う綺麗なんだけど、n-1、nn プラス1。連続する3つの整数ってね、そのうちのどれかが絶対3の倍数になるわけだから、絶対3の倍数なんですよ。で、こいつを展開してあげると、まあ、3次式でしょ ?n2 乗マイナス1かける n の n3 乗マイナス n というふうになるわけ。こいつが絶対3の倍数になるっていうことを使ってあげれば、こいつとこいつの違いっていうものだけ意識していけばいいわけね。n マイナス1、n。 n プラス1っていうのは n 三乗マイナス n でしょこれにさらにマイナス 6n プラス9っていうものを加えてあげればこいつになるわけよ。そうしたらマイナス 6n プラス9ね。っていうのは3でくくってあげればマイナス 2n プラス3という風になってはい。3の倍数これ3の倍数よって全体として3の倍数と簡単にわかるわけね。だからこれね極論答案で書く場合 n 三乗マイナス 7n プラス9はこれ。 で、3の倍数3の倍数で全体3の倍数なので、n3 乗マイナス 7n プラス9イコール3が確定。よって n イコール1、2、マイナス3が答えですよ。 こういうふうにね、もう本当に2、3行で答えを出すこともできるわけです。まあこういった解法もね、まずは基本的な解放を抑えた上で、あ,あこういう解き方もあるんだっていうのを面白がりながらね、どんどん勉強を進めてもらえたらいいなと思います。今後もね、こういったパターンだったり、あと面白い解法だったりっていうのもたくさん紹介していこうと思うので、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういうね、動画撮ってほしいよっていうものをコメントに残してもらえると嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。